男子200メートル、宇沢飛羽と上山博志明が余裕の走りともに20秒73で準決勝進出陸上アジア選手権第25回アジア陸上競技選手権大会4日目日本時間15日タイ・バンコク 男子200メートル予選に日本チャンピオン選手権優勝の宇沢ひはね20つくば大と昨年の世界陸上代表の上山博志明24住友電工が出場予選1組の宇沢は20秒73で1着予選2組の上山も20秒73の1着で午後の準決勝進出を決めた予選1組に登場した 5レーンの宇沢は、スタートから勢いよく飛び出すと、コーナーでトップに。最後は独走状態で流してフィニッシュ。余裕の走りで20秒73で一着。予選2組の上山も、宇沢と同タイムの20秒73でこの組の一着。二人揃って午後8時過ぎの準決勝に進出した。